女の子まだ、あ、もうすぐ作って、どういう人たちなんだっけ。俺の知り合いの女の子が4人友達呼んでくれるって。うーん、楽しみだな。そうだ、この前別の友達と合コン行ったんだけど、みんな同じ子狙っちゃって誰もうまくいかなかったのよ。そうなんだ。だから今回はみんなそれぞれ別の子狙えるといいよね。確かに。でも俺らみんな好みバラバラだから大丈夫じゃね。うん、まあまあまあ、そっか。うん、でもまあ気をつけよう。遅れてごめん。来た。お待たせしました。すいません、お待たせしました。どういうことこれ。全員同じ人。怖い怖い、何これ。こちらの方々は。私が長女のいちこって言います。次女のニカです。次女。あ、次女。三女のみすずです。三女。四女のしおんです。五女のなごみです。五つ子です。ああ、五つ子で合コン来たんだ。五つ子だ。顔も声もそっくりだ。五つ子で合コン。ああ、ごめんね。今日もともと誘ってた友達がみんな予定合わなくなっちゃって、偶然みんな空いてたから兄弟呼んじゃった。そんなことある？合コンに兄弟呼ぶ？普通。私たち仲良しなので全然抵抗とかないんです。そのなんでみんな格好も同じなんですか？それは本当偶然で、実はここ来る前親戚の誕生日会があって、たまたま服の色が被っちゃって、私たちもびっくりしたんです。恥ずかしいです。そういうことか。やばい、見た目も声も一緒だから全然誰が誰か覚えらんない。これやばい、もう誰が誰だか。あー、でもちゃんと左から並んでくれてるわ。一番左が長女で一番右が五女だ。あ、本当だ、うん、左から長女ね。みんな被らないようにしっかり見分けていこう。ん、どうしました？いや、なんでもない。とりあえず乾杯しよっか。うん、乾杯。乾杯。いや、ほんとみんなそっくりですね。でも私たち全然違いますよね。私たちからすると全然違うよね。あ、話してれば違いが分かってくるのかな。みんな一卵性の五つ子なんですか？そうです。皆さんは五卵性の五つ子なんですか？違うよ、天然だな。この子はちょっと天然なのかな。この枝豆美味しい。これインゲンだよ。あ、インゲンか。インゲンってあれでしたっけ、何の子供でしたっけ。子供。タラ？タラの子供はイクラじゃない？ん？イクラの子供がカズノコだっけ？いや、イクラは鮭だね。じゃあ鮭人数分頼む？今そんな話してなかったよ。へえ。みんな天然だ。みんな同じ性格だ。全然キャラクター分けされてない。いや、五等分の花嫁とか似てるけど性格はバラバラだったから、こうみんな好みが分かれたのに。いや、もう誰でもいいよこれ。今のとこ誰でもいい。今の発言ミスズっぽいよね。っぽいの？確かにニカは今みたいなこと言わないよね。すごい、この子たちの中では差別化できてるんだ。本当だ。今のところみんな同じ印象だ。確かにこれじゃばらけられないな。おか、いっぱい質問して情報引き出して。わかった。仕事は何してるんですか？私は YouTuber を、私は17ライバーを、私は TikToker を、私はニコ生主、私はツイキャスで配信してます。ああ、プラットフォームが違うだけでやってること一緒だ。同じ人がいろんな媒体でやってるだけかなってなるよね。いきなりこんな質問してあれだけど、みんなの好きなタイプは？私は誠実な人、私は真面目な人、私はストイックな人、私は芯がある人、私はひたむきな人。くそ、みんなほぼ同じこと言ってる。絶対真面目な人よりストイックな人の方がいいよ。いや、真面目な人だって、ひたむきな人ってなんか嫌。この子たちの中では区別つけられてるんだよな。じゃあ皆さん出身はどちらなんですか？神奈川です。神奈川なんですね。お隣は？神奈川です。私も神奈川。私も。あ、くそ、これも同じか、うん、これはそうだろう。五つ子は出身同じなのは当たり前だから。あー、そっかそっか。じゃあ趣味は何ですか？散歩です。ウォーキングです。ジョギングです。ランニングです。マラソンです。あー、ほぼ一緒だ。いや、ちょっとだけ違うよ。みんな進むこと好きだけどスピードがちょっと違う。あー、確かに。左からスピード速くなってる、うん、本当だ。この子たち一見みんな同じように見えてスピードが違う5人だ。よし、これなら差別化できるぞ。じゃあみんなどの子がタイプ？速さか。ジョギングは割と遅めか。マラソンって結構速いもんね。意外と速いペースなんだ。あ、でも散歩は結構ゆっくりだよな。選べないな。うん、選べない。うん、何の判断基準にもならない。そうだね。だな、うん、女の子に理想のスピードとかないな。ない、むずい。そうだよな。状況一緒。どうしました？あ、いや、なんでもないです。あ、みんな体を動かすの好きなんですね。学生時代何かやってたんですか？モーグル、エアリアル、ハーフパイプ、スキークロス、バイアスロン。なんですかそれ？それぞれスキー種目の名前です。私たち全員スキーもやってて。今の全部スキー種目名だったんだ。そうなんですね。私がやってたハーフパイプっていうのは半円筒状の雪上を滑ってジャンプとかターンとか技を決めて得点を競うやつなんだけどね。絶対ハーフパイプにして正解だった。いや、モーグルだってバイアスロン一択でしょ。バイアスロンだけはマジありえない。ああ、きっとそれぞれ違うんだろうけど、こっちに知識がないせいで全然個性つかめないな。じゃあ音楽はなんか聞く？あ、音楽いいね。
ゲスの極め乙女、ライサン、ジェニーハイ、インディゴラエンド、イチコロ。ああ、全部川谷絵音だ。一緒だ。私以外も私みたいなのに。なんか差別化できそうな質問。さ、100万円あったら何に使いたい？ああ、いいね。貯金。おお、デートで行きたい場所は？動物園。全く同じ回答だ。どこからが浮気？二人きりでご飯だったらかな。おお、同じだ。同じ人が5人いるよ、これ。でっかい一人と喋ってるみたい。あ、じゃあ、嵐だったら誰が好きですか？大野くん。ニノ、相葉くん、桜井くん、松潤。おお、ようやく別れた。別れた。来た来た。やっと個性が出てきた。よし、じゃあこの情報をもとに誰を狙いたいか決めよう。え、俺はニノが好きだから次女のニカちゃんかな。俺は桜井くんだから四女のシノちゃんかな。うん、なるほどね。いや、これ女の子選んでるんじゃなくて、俺らがただ好きな嵐選んでるだけだ。実質そうだ。うん、それしか差別化できる要素がないからね。まあね。てか、岡くんって犬みたいで可愛いですよね。私犬好きなんです。え、あ、そうなの？え、ほんと？前迫くん頭良さそうですよね。私賢そうな人も好きなんです。え、マジ？中谷さんはぽっちゃりしてて可愛い。私可愛い人好きなんです。一緒にご飯食べたら楽しそう。え、平井さんおしゃれですよね。一緒に買い物とか行きたい。え、マジっすか？マキさんって色気ありますよね。私色気ある人好きなんです。え、何？急に何？あ、私トイレ行ってきます。あ、私も我慢してた。私もすごい、トイレ行くタイミングまで一緒だ。本当だ。え、てかなんか可愛いって言われたんだけど。なあ、言われてたな。俺も、え、三女のみすずちゃんに言われたよ。俺も。え、マジ、うん、俺も褒められた。次女のニカちゃんに。え、いいね。俺は四女のしのちゃんに。いいじゃん、みんないい感じにばらきそうだ。よし、じゃあこっからはそれぞれがいいって言われたこと仲良くなる作戦で。うん、そうしよう。そうしよう。オッケー。お待たせしました。え、いちこちゃん犬好きなの？え、飼ってんの？え、犬？何の話？え、え、ニカちゃんは何か飲む？私ニカじゃないですけど。あれ、もしかして席変わった？はい、見失った。本日より2024年 SS グッズ EC 販売開始です。ライブ会場にて先行販売した T シャツ3次元にて&ロンティ喫煙所にて2024年バージョン。本日初登場リリーちゃんのあのポスターのデザイン T シャツ、その他 B2 ポスター、ステッカーセット、ポストカードセット、さらには復刻販売 T シャツ5種類。さらにマリマリマリーの公式アパレルストア&喫茶が4月27日から5月6日5つ子が合コンしてたおはこカフェ渋谷にて開催。これまでのアパレルがクリームソーダを飲みながら買えちゃうとの噂。詳細は土曜の動画で。